続いてのコーナー行きましょう。わ、びっくりした。ビリ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 。はい、ということで、皆さんがびっくりしてしまったことを募集しております。ビリビリは結構長くやってますよね。やってます。はい、今日、ヤクさんに会ったんでね。はい、今日ヤクさん。早速、ちょっと、これをなんとか、はい。言うだけでもね、はい、提案するだけでも、はい、してくれと頼んでおきました、ええ、ビリビリ多分しないと思いますけど、まあ今んとこね、スタップ細胞あたりかななんていう話をしてましたけど、ね、あとそれこそ穴雪だね、このままいっちゃうとね、穴雪、ああそうか、それも上半期だからね、でもまだわかんないね、まだわかんないけどね、これからね、あとそういうことだから、サッカーワールドカップとかあるから、そこでまたなんかね、あとタモロスね、タモロスね、これですからね、タモロスね、だお前じゃないだで本当にお前はタマロスだ、だタマロスなんだけど、これ本当の話ね、俺が今年の1月の段階でおそらく3月か4月にいいとも終わるぐらいの頃にタモロスって言葉が流行り出すよっていうのを俺記者のみんなに言ったんですよ。だから記者のみんなに、あの取材受けたじゃん、いいともの1月ぐらいにね、で各紙もう合同取材でいっぱいでしょ、その時俺言ったんですよ、あタモロスこれいいな、タモロスこれきっと流行りますよ、これ俺がじゃあもう言いましたからねみたいなことを言ったんですよ絶対流行るの確信持ってたからね、もちろんアマロスがあってのあれだから別にそんな俺がね考えたオリジナルの言葉なんて思ってないけど、でも最初に言ったのは俺だと思いますよ、多分公でね、公でも、あでも取材だからね、公っちゃ公じゃない、多分俺ですよ、たまろたまろすじゃん、お前のってなんかやだ、そういうのとこほんとやだえ、ななんかもうなんかすごい本気なんかさ、もうすごい本気だよね、いや、じゃすげえ本気っていうか、卑怯だよ、卑怯ってなんですか、たまろすってだから別にどうせ流行るんだろうけどね、その俺はどっちかっていうと競馬の予想が当たったみたいな、あのこのあこのアイドル売れるよみたいなやつあるじゃん、いやでもさ流行語をさ、あれあれ、まずさ、ええ、あのやってんの俺だから、ええ、いやいやそうだけどじゃあそれをさ、なんか割と真実味、ええ、みたいな形なんかさ、いや違う違う違う、そういうのってさ、わかりますけど、わかりますよ、なんかすごい嫌だよね、わかりますけど別に俺流行語大賞狙ってるとかじゃ全然ないですから、ないのがまた、ほらそういうこと言うでしょ俺は狙ってるっていうねキャラクターでやってるんですよ、はい、でも俺は狙ってないけどでも流行っちゃってるのはそれは俺だみたいなさいやなんかさ、もういやなんでそうやって俺の対抗意識で上を行こうとするの、しかもその謙虚な姿勢で上に行くみたいななんかそういうさ、本当、いや言いたいことはわかる、言いたいことは汚れ切ってるよなお前腐れ切ってるよお前の精神本当にお前の精神腐り切ってる。そこ。いや俺は本当に、俺の一番好きなのね、CM 出てるなんか可愛い女の子いて、この女優知らないけど売れるよって言うと、たまたまみたいなさ、俺はそのお前を意識してじゃないみたいなことも言うけど。でも本当それだったらもうさ、それは封印してくれ。二度と言わないで。分かった。二度と言わない。分かった。ね、もう言わない。なんかそういう、あのもう本当腐り切ってる。汚れてる。何回言う。人間的に。もう分かった。何回言う。ラジオネーム、ビタミン不足。うん。太田さん、サブリーダー、こんばんは。うん。まあ、爆笑問題のリーダーは田中なんですけど、ね、そうですね、番組を10年以上聞いています、ああありがたい、が初投稿です、へえー、まあまあね言いますよ、そういうこと、私のはびっくりしたは、うん、先日の昼下がりの出来事です、うん、私は職場に頼まれた仕事を職場で頼まれた仕事を終え、うん、遅めのランチをしようと近くのファミレスに入りました、うんうんうん、土曜の昼過ぎということもあってか、なかなかの混み具合、うん、ウェイトレスに案内されるがままに席に着くと、うん、隣にはいわゆるちょっとオタクファッションな男性と、うん、素朴で可愛らしい女性、うんうん、カップルなのか何なのか一見わからない男女が座っていました、うんうん、そして隣の席が近かったので自然と男女二人の会話が耳に入ってきました、うん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 、男、うん、結局さ
大学に入るために勉強するのか、勉強してきた結果大学に入るのか、うん、だよね、うん、それは前者の方が圧倒的に多いよね、うん、教える側だって前者の方がやりやすい、うん、女そうですよね。なかなか知的な会話をしてるな、うん、教育関係の研究をしてるのかななんてと少し感心し、うん、思わず耳を傾けてしまいました、うん、立て続けに会話は繰り広げられ、うん、そこでまず一つ目のちょっとびっくり、はい、男やっぱり大学に入るって目標があるからみんな勉強するわけじゃん、うん、女、うん、確かにモチベーションって大事ですよね、うんかっこ涙、うん、あごめんなさいかっこ涙、うん、と言って、うん、女性が泣き始めました。ほうほうほう、うん、そこ泣くとこ、まあまあまあね、まあまあまあわかんない、その前の私には全く泣きポイントを見つけられなかったのでびっくり、うんうんうん、でもなんか事情があるに違いない、まあ、そりゃそうだよね。そうやって自分を納得させていると、うん、ここではびっくり、うん、男、うん、だからさ要するに合気道も一緒なんだよ。合気道合気道綺麗に見せるために技を磨くかってこと。あ、合気道はぁ、あ、この口が四角になってね、うん、丸になってるね、はい、絵文字になっちゃってね、はい、絵文字になっちゃって、ね、口がもう四角、四角、もう四角になっちゃって、丸になっちゃう、はい、うん、私には全く話が見えません。うんうんうん、何の話だよ女の子もなんでそこで号泣、うんうん、と私はパスタを食べながら、うん、びっくり仰天し、うん、フォークでパスタをくる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 と巻く手を一瞬止めてしまいました。うんうんうん、男え、大丈夫？うん。ねえ、泣いて顔が真っ赤だよ。うん。結構ひどいよ。うん。鏡見てきたら？うん。トイレ行ってきなよ。うん。と、オタクファッションな男が女の子に声をかけてましたが、うん。うん、はぁー！いや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 。お前こそ鏡で自分の顔見てこいよ。いやいや結構ひどいよ。田中裕二みたいな。心の中で突っ込んでしまいました。最終的に二人は指を絡め合ったり、うん、頭を撫でたり、終始イチャついてて、私は仕事も勉強も全くはがとりませんでした。うんうん、一体この二人は何だったんでしょう。はい。私の土曜を。うん、返していただきたいです。いや、いいじゃん、それはいいじゃん、楽しいんだね。意外に楽しいんだと思う。合気道、なんだろうね。わかんないよね、隣の人の会話なんて断片的に聞こえてきてね。うん、その前後がね、わかんなかったりするからね、うん。お前の方がひどいぞって、この怒りもどうかと思う。そうだね。そんな怒ることないよね。そういうこと、だから多分まあ、付き合ってる彼氏とか、まあ旦那か知らない。まあ合気道やってんだろうね。ね、やってて。だから。合気道だってそうだよ。うん、同じだよとか、うん、学問と一緒だよ。で自分の、まあ、彼女かなんかが、まあ、泣いちゃって、うん、ね、なんか化粧が例えば落ちちゃってるから、鏡で直しておきなよって、まあ、優しい、そういうこと、優しい彼氏かもしれないね。うんうん、HKT、梅本泉ちゃんとの梅本泉ちゃんと名探大好きネーム、火曜どうですか、うん、太田さん、田口さん、こんばんは。うん、田中ね、お前一回も覚えねえな。これは4月28日月曜日のことです。え、昨日？うん、僕は自他ともに認める AV オタクで、うん、知らないけど、うん、年に1000本は見ています。そんな1日3本だよ。この日僕は新しい作品を借りるべく近所のレンタル DVD 屋さんに行き、うん、どんだけレンタル代かかるんだよそれ。数本の AV とジョージ・ハリスンの映画を借りた、うん、これがよくわかるね。ジョージ・ハリスンの映画を借りたのですが、AV コーナーで事件は起こりました、うん、もう慣れてしまい女性が近くにいても堂々と入れるようになった、うんうん、18歳未満は立ち入り禁止と書かれたのれんをくぐり、うんうん、AV コーナーに行き何か面白そうな作品はないかブラブラしていると、うん、わびっくり、うん、AV コーナーって
ところどころでサンプル映像がテレビで流れてますよね。そのテレビの前で、チビでハゲのおっさんが、下半身丸出しでオナニーをしていた。うっそ！マジでビビりました。いや、それは怖い怖い。そのおっさんの目の前を通らなければ、僕が好きなジャンルが置かれているコーナーに行けないため、ためらいながらも、早歩きでおっさんの目の前を通る。よく通るね。おっさんは突然現れた僕の姿にびっくりし、我に返ったのか、急いで下半身をしまい、そそくさ、AV コーナーを出て行ってしまいました。それもそんな、もうなんかおかしいそれ。平日の昼間ということもあり、店内には客はまばらで、AV コーナーには僕とおっさんしかいなく、僕が入ってくるまで誰もいなかったからか、我慢できずにオナニーをしてしまったんだと思います。おかしいでしょ、それは。おそらく一生出くわさないであろうシーンを見てしまい、そうだね、吐き気がしてしまいました。いやー、めったないよね。っていうかね、もうね、ちょっと行っちゃってる人なのと思ったんですけどね。あるいはもう露出が好きなぐらいのじゃないんだね。慌てて、あ、やばいっつって逃げるんだって。そんな、誰もいないと。そういう人はやらないよね。借りる金がないんだ。いや、そうは言ったって店だ。 K チャンネルのあのお試しで、お試しのそういうか。だってさ、店員がいるでしょ、まずだ、のれんでか。いや、いくらなんでもすごいな。何しちゃ、しかも立ってお前。それ俺だよ。それ俺だよ。まだ立っていい。いやいやいや、ないです、ないです。立っては、だから高校の時に、そうだったって話ですかね。リスナー歴約16年、&初投稿、ラジオネーム、コーヒーバカ。コーヒーバカ。太田さん、田中さん、こんばんは。私は東京のサラリーマンを脱サラして、山梨で田舎暮らしを始めた32歳。ね、あの、バクホザフライデーでもね、そういう人はよくやってますよね。芸能人も多い。コーヒーバカと申します、コーヒーが好きなんですかね。そうでしょうね。まず私の住んでる田舎がどの程度田舎なのかと申しますと、最寄りのスーパーまで車で40分ぐらいかかる。そんな。また私の住んでいる家のお風呂は薪風呂な、です。毎日薪でお風呂を沸かしてる。すごいね。まあそれが好きだからね。いいですね。そんなど田舎で起こったわびっくりしたことをご紹介いたします。私の田舎では消防団という自衛組織があり、火事や雪崩、遭難者などの事件が発生した際、現場に駆けつけて防災を行う組織があります。しかし組織の高齢化が進み、若い人がいません。そこに東京から移住してきた私の話を聞きつけ、消防団の入団話が舞い込んできました。地域の防災のためですし、地域に溶け込むためにも入団したいと思ったのですが、詳細を聞くと何やら年会費がかかるというのです。そこでまず私の最初のはびっくり、なんとその年会費の額がいくらだと思います？田中、年会費、そういうのってもうまあ2000円とか3000円とかじゃないな。田中さんのような億万長者には、鼻くそみたいな額ですね。わかんねえ。なんなんだよ、この予想するのやめてくれよ、その、俺に聞いて、俺の答えを予想して。なんと、8万円もするんだよ。おかしいよ。それはおかしいよ。防災活動を行う人への人件費がかかるのかな？消火活動などに使う道具にお金がかかるのかな？いや、とはいえよ。なんか変だな。その、おかしいなぁと思い、使い道を聞くと、年会費の大半は、年に一度の、一泊二日旅行に使われる。というの。なんだそりゃ。しかも国内旅行です。高いね、それでも8万円。8万円も使うなんて。ねえ。どんな豪華な旅行なんだよと。思いましたが、そんなことは口に出すこともできず、うちは貧乏なので、年間8万円も出す余裕がないから、消防団には入団できませんと、丁重にお断りしました。消防団への入団をお断りしてから数日後、消防団の年会費が高いという話を、他の住民に話す、その使い道を、教えてくれました。
二つ目のはびっくりです。うん、なんと、うん、一泊二日の国内旅行8万円の大半が、うん、スーパーコンパニオンを呼ぶお金だったのです。どういうことなのかな。さりきってるね。どういうことなんだろう。スーパーコンパニオンとは、女性が全裸になって宴会を盛り上げてくれたり、一緒にお風呂に入ったりするようなスーパーなコンパニオンのことだそうで、なぜそれを公式にやろうとしてる。田舎の男性陣はこれが楽しみとのこと、うん、いやまあいいけどさ、楽しんでもこれよくその奥様方が許して、いやだ本当意味が分かんない。その東京から移住した私にとっては、うん、そんなことにお金をかけるなら、うん、あんなこうやってことやこんなことができるデリヘル嬢様をお願いした方がお得だと思ってしまうのですが、うんうん、田中さん、うん、こんな私ですが、うん、田舎暮らし続きますでしょ。いや知らねえよ。目的があるんだろう。もう長文多分失礼いたしました、うん、田舎暮らしを始めてから電波が悪くラジオが聞けないのでポッドキャストでこれからも拝聴いたします。なるほどねえ。いやそれはさ、スーパーコンパニー不思議なのはさ、スパコンです、ね、スパコンだね、スパコン、うん、まさに。いやそのね、年会費8万円ってバカみたいに高いっていうのはさ、家計を直撃するから当然本当、うん、奥さんとかさ、ね、が何これ分かってなるじゃん。どういうことどういうことなの。それでみんな払ってやってたらそれ意味が分かんない、ね、よくないですね。うん、でもさ、わびっくりしたって言えばさ、おっさんさ、こっち見てさ、作家の野口と越崎のさ、見て。うわ、びっくりしない？双子かっていう、全く同じ。全く同じシャツ。全く同じなんですよ。被ったんですよ。被ったんですよ、今日。全く同じシャツなんですよ。チェックのね。チェックの赤の寝るシャツなんですけど、あの、似たようなのってまああるじゃない、こういうのって。うん、じゃなくて、同じ商品。これは恥ずかしい、これは恥ずかしいですね。野口と越崎二人同じシャツです。ラジオネーム15番目のユータ、うん、太田さん、田中さん、ビル山崎さん、こんばんは。出てないよ。僕はフロントで、ホテルのフロントで働いているのですが、うん、はいはい、ホテルの夜勤で働いているとびっくりすることはよく遭遇します、うん、ありそうだね、うん、あれ確か4年前のことです、うん、深夜2時頃フロントに立っていると、うん、正面玄関から和服にスキンヘッド頭のとても穏やかな表情の男性がフロントにやってきました、うん、和服にスキンヘッド、ちょっとね夜中にね、うん、歩き方はすり足で動作に何一つ無駄のないその男性は、うん、夜分遅くに申し訳ございません、うん、本日一部屋空いておられますでしょうか、うんうん、とすごく丁寧な口調で言ってきました、うんうんうん、僕はその人の風貌と所作から、うん、きっと住職さんなんだなぁと、うんうんうん、心の中で思いながら、うん、はい空いておりますと笑顔で答え、うん、チェックインの手続きを始めました、うんうん、そして僕はチェックインのマニュアル通りに朝食はいかがなさいますか、うん、と尋ねたところ、うん、一つ目のはびっくり、うん、その男性はいえ住職ではないですと答えたんです。そうです。僕の朝食はいかがなさいますかという質問がおそらく住職でございますかと聞こえてしまったんです。僕は冷静を装い、それでございますかと答え、部屋まで案内しチェックインは終了しました。朝食のことは聞かなかった。聞かな、結局。それから30分ほど経ち、うん、僕はホテル内の巡回をしていました、うん、巡回といってもただホテルの各階をブラブラと歩き、うん、異常がないかを見るためだけなんですが、先ほどチェックインした男性の部屋の前を通った時、二つ目のはびっくり、うん、なんとあの住職の部屋に女性が入っていったんです、うんうん、しかも身長180センチぐらい、セーラー服を着た色黒のブラジル人のような女性。はぁ、そうです、あの住職はデリヘルを呼んでいたんです。おう、僕のホテルは原則としてデリヘルはお断りしているのですが、うん、あまりの衝撃で呼び止めることはできませんでした、うん、そして例のブラジル人は、うん、
きっかり90分後に部屋を出て行きました。そしてそこからは特に問題もなく朝になり、例の住職はにこやかにフロントに頭を下げて、すがすがしくチェックアウトをして、しました、なかなかインパクトのあるお客様だったなぁと思いながらも、無事にチェックアウトしたことに安心していると、清掃業者の人が僕のところに来て、見てほしい部屋があるんですが、というのです。僕は嫌な予感がしながらその部屋に向かったところ、案の定、住職が泊まった部屋でした。嫌だなぁ、怖いなぁと思いつつ、恐る恐る部屋に入ると、最後のはびっくり、なんとベッドのど真ん中に、大量のうんこがある。もう、どういうことよ。そうです。あの住職野郎、住職ではなく、ただのうんこ野郎だった。どういう僕はあまりの衝撃とショックで、10分ほどそのうんこを見つめていました。なんでだよ、もう。そして退勤時間になり、放心状態で家に帰りました。田中さん。はい。ホテルに泊まる際は、ベッドの上でうんこするのだけはやめてください。いや、知れえよ。いつか爆笑問題のお二人が僕のホテルに泊まりますように。いや、そのうんこの部屋だったらやだよ。っていうか、その謎のブラジル人風のセーラー服180センチの。スカトロプレイだ。その人もすごいし、住職っぽいのもすごいし。最初なんでうんこは。聞き間違いがすごいね。ね。言われてんだろ。言われてんだろうね、普段から。言われ慣れちゃってるんだよね。住職ですか？いや、住職ではありません。でもさ、なぜ片付けないんだろう、それは。仮によ、うんこ、まあそういう趣味があってしたとしても。そこまでがプレイですよ。そこまでかか。ね、そこまでがプレイなんです。すげえ、もうわけわかんない。おはぎは